こんにちは。特別定額給付金の第2弾を年内に支給、もしくは年明けに支給をご希望されている皆様、なんでね、こうもね、揉めるんですよね。で、それよりも前に、なんか飲食店とかに時短営業を応じたところは、20万から30万円が毎月支給されるっていうことでしょ。これどう思います？私はね、やっぱりね、飲食店さんとか食品業界の方がずっとね、プッシュしてきたんですよ。もちろんメールもしたし、電話もしたし、会談も設けたでしょうね。そういうふうな交渉ごとを経て、いの一番に第3次補正予算の念頭に上がったのが、こういうふうなね、休業協力金に準ずる、時短営業対応補助金ですね。こういったものが毎月20万から30万振り込まれるみたいな、店舗向けのサービスですね。で、これが実現したってことは、私はね、希望を感じることができます。私たち第2次、定額給付金ね、こちらを望む人も声を上げ続ければ実現するんではないかなということですよ。やっても無駄だったっていうことには今のところなりませんので、やってみる価値はあるかなと思うんですよね。ただ残念なことにね、この特別定額給付金を望む方っていうのがものすごく少ないんですよ。どういうわけか、ね、少なくとも飲食店さん以上にこのお金をくださいっていうアナウンスを出してはいないんですよ。そればかりかね、どうせ無理とか言ってやめちゃう人もいれば、メールや電話ですら語りかけるのをやめちゃう人がいるんですよ。要するに諦めるのが得意になっちゃってるんですよ。でも飲食業界の人はやっぱり店とかね、会社を潰したくない、お客さんにも喜んでほしいって思いから、ものすごく訴えかけ続けてきて、時短要請には応じるから、だから休業協力金をくださいということで、今回ね、貸し取る見込みになってるんじゃないかなと思うんですよ。ですんでやっぱりこれを見習ってですね、私たち国民も特別定額給付金をもうね、もらえないんだとかね、もらってる人をね、もうお前無駄なことやってんじゃねえとか言って足を引っ張るんじゃなくて、やるだけやってみましょうってことですよね。やる気がない方とか批判的な方はいいじゃないですか。私の動画を見ることもないし、どっか別でね、面白いことやってくれればいいんですよ。で、絶望してしまう気持ちもわかります。でも絶望してうまくいった例っていうのは私はね、ないんで、可能性がゼロだとしても別にやり続けようかなと思うんですよ、この呼びかけをね。で、心を同じくする人は独自の判断で同じようにね、官邸にメールをしたりとかね、事務所に電話をしたりとか、野党に呼びかけたりとかあっていいと思うんですよ。ただ少なくともそういうふうな活動の上に政府が言うことを聞いてくれるっていう流れがあるのは確かです、ね、旅行業者の人もね、働きかけて GoTo キャンペーン、 GoTo トラベル実現させたわけですよ。自然に上から降ってきたわけじゃないですからね。これを忘れないでいただきたいと。私たち国民がどんな苦しみに何を要求するのかによって、その数が多ければ多い順に採用されます。残念ながら特別定額給付金の第2弾は求める人がだんだん少なくてなってきてね、声をトーンダウンしてます。なんかしまいにはね、最後には私一人になるんじゃないかなと思うんですけども、まあでもおかげさまで同じテーマでね、動画を出してくれる人も増えてきたりとかして、まあ注目されてきたのかなってことですよね。やっぱり私もずっと最初は一人だったんですけども、だんだんと増えてきたということを聞きますんで、第2弾の特別給付金ね、もう力尽きたと言わずにね、もう一踏ん張りしていきましょう。どっちにしても年内でこの活動はもう概ね終わりになりますから、今やれるうちにやりきっておきましょうというのが私の思いですね。もちろん強制するつもりありませんので、独自の判断でされてください。それから特別定額給付金は支給されても永遠には支給されませんのでね、山本太郎さんが当選して総理大臣になって毎月10万をね、実行してくれるまでは。だから私たちはやっぱりね、自力で何とかするってことも忘れちゃいけないと思うんですよ。そこはやっぱりポイントサイトを使うとかね、すればいいと思いますけども、なんか方法をね、編み出していかないといけないですよね。私もそれに関する情報提供をさせていただいたんですけども、利用されている方は、利益を出したよとかね、特別定額給付金待つよりも自分で稼いだ方が早かったよって声もありますけども、なかなかね、できない方もいらっしゃいますんで、いろんな状況で。だから、これからも放送でお役に立てればなと思ってます。以上ですかね、今日はね。はい、ご覧いただきましてありがとうございました。